こんにちは、ケイドです。今日はひらめきの遊戯場紅葉の高原のステージ4号の完全無課金攻略やっていこうと思います。すべてクリアするとオーブ5個と10月の限定ミッションということで、さらに5個、合計10個もらえるので、ハロウィンガチャとか劇中ガチャの足しにしてください。まず第4ステージなんですけども、ダメオとワープがギミックで登場します。さらにプニがいるので、今回ヤマタケゼロを多めに採用しております。ボスは弱点移動を持ってるので、基本的には弱点を内部に移動させて、プニのドクロの効果でボスを攻撃するっていう感じでございます。では見ていきましょう。このステージはボスの弱点、右上、左下、真ん中の順番に移動します。なので初手でこのように打ってあげると、しっかり右上と左下に触れて真ん中に弱点持ってきて、さらにウニも処理できるんで一手で処理が可能でございます。これはだいぶ使いやすいですね。ヤマタケゼロ足が速いところが利点でございます。で、次のステージからはボスの弱点上下真ん中の順番に移動しますので、そこを理解しながら打っていってください。このように打ってあげると真ん中に持ってくる、かつプニが3体処理できます。弱点が真ん中に来るともうこれ以上移動させたくないので、まあ、触らないようにします。こんな感じですね。で、これプニ撤退するかと思いきや撤退しなかったんですよね。ちょっと勘違いしました。で、一応ビオルドの電撃はボスの弱点が真ん中に来ていたら通ります。ボス2ゲージあるので、もう一回同じようにやっていきます。ここも同じく上下の順番に触って真ん中に持ってくるんですけども、縦で行くと、まあ真ん中の弱点もう一回触れる可能性あるので、これは斜めに行きます。斜めで上触れてから、もう一回下触るっていう感じですね。こんな感じで、ここにも処理できます。ボム残り3個ぐらいで多分足りますね。で、こうなったら弱点移動させたくないので、ここで横勘をします。はい、まあこんな感じで最後も横勘でウニ処理すると終わります。まあ比較的簡単ですね。弱点真ん中にさえ持ってくれればもうバンと終わります。で、もう一個ね、一応ガチャゲンパーティーの方も紹介させていただきます。意外とねガブが強いっていうところをお見せしたいかなと思います。はい、こちらですね。ちょっとね面白い編成なんですけども、まあ面白くないか、まあその電撃を生かしてどれだけダメージ入るのかっていうふうに試していたところ、まあ、意外と強かったので今回動画で紹介させていただきます。まあ、初手は同じようにこのように打って処理をします。で、次に、まあ、次も一緒ですね、基本的には。で、3手目、4手目でちょっと変わっていきます。まあ、同じく弱点運に触れてから、ウニを処理しに行きます。上弱、下弱、ウニですね。はい。で、これで、意外とプニが HP 低いので電撃でもやれるんですけども、まあ、こんな感じで削りまして、倒します。で、次、その真ん中にプニが2体残っていたので、ここ、はまりに行きます。意外と倒せるんですよね。で、ここでガブが配置取れたので、これがね、また結構強いんですよね。今回は結構ヤマタケがその左に寄っていたので、このように弱点触れて弱点をかわします。真ん中弱点をかわします。はい、で次電撃を出しながら倒すんですけども、電撃がねやっぱ強いですね。下のプニが倒せてるんですよ。次元座入ってたかな。はい、こんな感じでさっきよりも早い手番で倒すことができました。一応ガブも使えるっていうところで、フレンド欄にねガブが湧いていたらガブ使ってみてもいいかなと思いました。次第5ステージなんですけども、ここちょっと情報量が多いクエストでございます。まず地雷が結構出るんで、マインスイーパーもしくは飛行で挑んでください。貫通多めの方がやりやすいです。さらに属性効果超アップなので、
基本的には、まあ、光か闇のキャラで編成する方が、雑魚処理もしやすいかなっていう風に思いました。フリー属性だったらワンパン乗らなかったりするんでね、ご注意ください。基本的には雑魚がボスを倒してくれるんで、雑魚をボスの有利属性に変換させるってことが重要でございます。では早速見ていきましょう。第1ステージはボスが闇もしくは光っていう風にちょっとランダム性があるんですけども、闇の場合は闇の UFO を倒してあげると光に変換されるので、ここで一手突破ができます。光の場合は別の動画で紹介してるんで、後半後ほどお待ちください。第2ステージは火の村雨もしくは水の村雨が登場します。火の場合は雑魚も最初火なので火の雑魚だけ倒してください。水バージョンはまた後ほど紹介します。まあ、こんな感じで貫通タイプだったら簡単に処理できるので、ビットンは壊さないようにしてください。ビットン壊すと属性が変わっちゃいます。はい。で、次のステージ闇もしくは光の村雨が登場します。多分体感では闇の方が多いかなっていうところなんで、闇の場合は闇の属性を倒しましょう。基本的には同じボスと同じ属性の雑魚を倒すと、有利な属性になるっていう感じですね。で、ここちょっとね、ルート難しかったんですけども、上からですね、左上から撃つとしっかり減速して倒すことができます。で、味方の友情なんですけども、できるだけ無属性もしくはもう本当に範囲が小さい友情がいいかなというふうに思いました。で、今回爆発とかね、あの弱い十字レーザーなんですけども、それでも結構削れてるんで、その友情による、まあ、間違って誤って倒すことを防いでおります。なので、なんか八方向レーザーとかエナジーサークルは結構危険ですね。はい、次のステージ、ここは火属性に変換したいので、上の UFO は、まあ、別にどうでもいいですよね。で、この右下の UFO が水なので、最初にこのビットンと UFO を同時に倒すと、火属性に変換された次にこのビットンが弾を出してくれるんで、もう一回属性を変換できます。これで火属性に変わったので、こんな感じで4手で終わりました。はい、ちょっとね、情報量多いんですけども、有利属性に変換すると OK っていう感じです。単純に言えば。次、別バージョン紹介します。ボスが光の場合ですね。まず縦眼で UFO を倒します。これで闇に変換ですね。で、 2P をアネモネに変換してるんですけども、これは理由としては次のステージビットンを破壊するためにはちょっとミスタイプじゃ足りなかったので 2P をアネモネにしてます。なので基本的にアネモネでいいかなと思いました。 2P は、はい。で、これボスが水なので、火を倒しつつビットンも破壊すると一気に火属性まで変換できるんで、こんな感じで一手で倒していきます。そうすると火属性に変換されるので、バチバチバチとやってくれます。で、次のステージも、光村雨の場合があるんですけども、その場合は今回できませんでした。で、多分確率が内部的に決まってて出やすいその属性があると思うんですよ。で、もし仮にここ、光村雨だった場合は、右壁経由して上に行けば普通に、UFO2 体処理できるんで、それでやってみてください。多分第1ステージは闇が出やすい、第2ステージは火が出やすい、第3ステージは闇が出やすい、第4ステージは火が出やすいっていう感じだと思うんですけども、まあ多分、まあ、ランダム性があるん で、ここちょっとね、あの血迷ってました。あの単純になぜか気に変えればいいと頭判断してミスりました。普通に今のは横勘で OK ですね。ビットンと右下の UFO だけ倒せばいいんですけども、たまにちょっとね、ややこしいので間違います。で、次ここでビットンさえ破壊すれば火属性に変換されるので大丈夫です。で、たまにこの弾がね、あの当たっちゃうんですよね、味方キャラに。それだけ本当に注意してください。弾が当たるとボスにダメージが通らない、かつ味方が確実にやられますので注意してください。
まあそんな感じのちょっとややこしいクエストだったんですけども、ユーリ属性に変換すれば割と簡単だよっていうところでございました。その他わからないことあればコメント欄にて教えてください。できるだけ返信しようと思います。それではご視聴ありがとうございました。参考になったりとかあればぜひ高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。それではバイバイ。